皆さんこんにちは、むちょと申します。マンハッタンカフェの超有料後継ガルボがなくなるということでね、いやこれはね、まあ、マイナー商売好きとしてはなかなか惜しいニュースですね。まあ、こちらのガルボという馬はですね、まあ、本当現役時代から味のあった馬で、まあ本当にね、生き長く粘り強く2歳から高齢になるまで走り続けたっていう印象がありますね。しかもほとんどね、まあ、長期の休養とかなく、毎回短距離重賞では見かける姿っていうのはですね、なんかこう応援したくなるところっていうのもありましたね。まあですね、もちろんそういったね、渋い活躍っていうのは素晴らしいものの、その守護馬っていう観点で見るとね、やはり G1 勝ちがないっていうところだったり、まあ、ボケもそこまでね、目立つものではなかったりしたんでね、まあ、当然評価っていうのはそこまで高いわけではなかったんですけれども、実はその能力っていうのは十分な素質っていうのがありましてですね、中央ではたったの12頭の出走ながらも4頭が勝ち上がり、勝ち馬率は 33%、 そして AI 的に言ってもね、1は超えてるっていうのは決して低くない数値であったかなと。まあただですね、それ以上に本領発揮したのが地方の舞台で、こちらですとですね、15頭出走しての11頭勝ち上がり、勝ち馬率で 73%、 そして AI は 1.92 ということでね、もうここはバリバリにもう有料勝馬っていうことがまあ言えるでしょう。現役馬としてもですね、ガルボマンボっていう馬はなんとなく聞いたことあるんではないでしょうか。今高知のね、最強馬の一頭として上がることもある一頭ですけれども、高知優勝だったりね、重賞も多数勝利しておりまして、ジャパンダートダービーや黒船賞といったね、交流重賞でも頑張っている馬ですね。まあこちら地方競馬になりますけれども、4歳ながらももう34戦してるっていうのはね、やはり父同様の丈夫さっていうのは感じるところで、まあ本当この点に関してはね、他の地方馬のロイヤルダンスであったり、もう去年なんか10走するぐらいでしたし、もう今年に入ってからも5走すでにしていたりと、まあまさにね、馬主高校なところっていうのはですね、まあ産駒にもしっかり引き継がれてたかなというところですね。まあそれでいてね、全然こう消耗することなく成長していって、5歳6歳でオープン入りしそうな気配もあるっていうのはね、やっぱ今の早熟性の時代を考えると魅力的な点ですよね。まあですね、そういった中央地方問わずね、もう本当に地味ながらもいい点っていうのを引き継がせていたガルボですけれども、まあ、先日ですね、16歳という年齢で、まあ、亡くなっていたことがアロースタッドさんの方から発表されております。まあ本当にね、あれだけの馬も出て、これからね、地方の城とかも取っていけそうな気配がある中でのこの死っていうのはね、まあ単位付ける10万円でもありましたし、ちょっともったいなかったなって思うところではあるんですけれども、まあぜひですね、ここから残った馬たちには後継になるようなね、活躍も期待したいなっていうところなんですが、まあただ本馬のね、その血筋はもちろんのこと、その一段階前のね、そのマンハッタンカフェの血っていう意味で言っても、これというのは結構大きな問題にはなっておりまして、いや、これがまた商売界のシビアなところだなっていうのは思いますね。まあさすがにマンハッタンカフェはね、もうバリバリのサンデー系の大商売という成績だったと思うんですけれども、まあそれこそね、リーディングサイヤーなんかも2009年には取った貴重な一頭になるわけですが、ただその血っていうのはですね、意外にもなかなかピンチ状態っていうところがありまして、もうそれこそですね、去年の段階で言うと登録されていた馬だけでもジョーカプチーノ、ガルボ、カフェラピードのみだったんですよね。ラブイズブーシェなんかも登録されていた時期あったんですけれども、去年の段階ではもういなくなっていたと。でカフェラピードっていうのも調べてみてるところ、去年は登録のみで大好き自体を行っていなかったようですから、まあこれはなかなかね、まあピンチとしかやっぱり言えないわけですよね。で23年の昭和登録を見てみても、やはりこの3頭のみだったわけですから、つまりはこれの中からね、まあマイナーではありましたけども大きな役割を持っていたガルボがなくなり、そしてカフェラピードも今年も3年付けなしということになったら、もうこれはおそらくジョーカプチーノ1頭のみしかこの血をつなぐ3年付け権を今年持っているのはもう本馬1頭だけっていうことになると。いやーこれはなかなかシビアでしょう。まあ、いくらサンデー系がね、他にたくさん派生している、流行している状況とはいえね、その中でも一度でもリーディングを取ったことのあるこの大勝馬の父系がね、まさかこういった状況になるとはって思うと、本当何代も続けていくのは難しいんだなっていうのがわかるわけですけれども、まあただその残されたジョーカプチーノもですね、非常にね、まあ、優秀な勝馬であるのは間違いないですね。
まあそれこそね、単位付け量で言ったら30万円で、頭数的に言ってもね、30頭を去年の段階では切ってるわけですから、まあある意味ではがっつりとしたね、マイナス商売と言えるのかもしれませんが、まあ一昨年なんか重賞馬も出たようにですね、そのマイル G1 を勝利したスピード性っていうのはしっかりと伝わっている印象がありますよね。そして本馬の場合もですね、地方であったり地方のダート成績っていうのも決して悪くなくて、まあ、結構マンハッタンカフェの系統っていうのはね、まあ、サンデー系の中でも芝特化っていうわけではない、意外とねダートもいける系統っていうことはまあ言えると思いますね。まあ、グレープブランデーみたいな G1 馬なんかも出ていたわけですしね、まあ、ただ若干のねフィリーサイヤ傾向があるっていうことと、そしてマンカフェと違ってね、後継たちはかなり短距離傾向に特化しているぐらいのところもありまして、まあ、そこがねなかなかね血をつながりづらくしているポイントではあるのかなといったところですね。まあとはいえですね、そんな中でもボバの重賞馬っていう意味では同じね上官名のジョーストリクトリさんがおりまして、まあ、本馬がワンチャンス商売入りする可能性っていうのはあるのかなって思いますね。もうそれこそ中央時代にもねニュージーランドトロフィーを勝った重賞馬ですし、その後地方に転出してからも南関東のオープンを勝つぐらいの主力馬であると、まあ、そういった意味ではね早熟性とダート適性っていうのは一手秘めているところもありまして、まあ一番血をつなぐものとしては十分な実績のある馬とは言えるのかなと思いますね。結構ジョーさんはですね、まあこれお母さんもジョーっていう名前からも分かるように自分の父を大事にしている方でもあって、まあ、それで実際結果もねこうやって出すところがあるんでね、まあまだ馬主事業を当然続けられていくでしょうから、まあマンカフェの血っていうよりは単純にそのジョーカプチーノの血をつないでいくっていう意味でワンチャンスですね、本馬が頑張ってくれるっていう可能性はあるんではないでしょうか。兄弟にもジョーマンデリンとかね短距離重賞でやっていけた馬がいましたし、母系もね品系も本当に優秀なところはありますからね、まあ割と本馬にマンカフェの血は今のところだと結構かかってくるっていうところもね大きいかもしれないと。他だとヒルノダムールや湘南マイティシャキトラなんかもいたんですけれどもね、まあヒルノダムールはともかく湘南マイティシャキトラの血っていうのは今となってはやっぱ大きすぎたかなっていうところはありますね。もう湘南マイティはハーチストームキャットでもありますしね、ダートなんかもこなしていた可能性はあるでしょうし、まあ本当に本場の場合はあの安田記念ですよね、ロードカノラのあの車高はいかがなものだったのかと、あれで本場の流れがね若干変わってしまった部分っていうのはやっぱどうしてもあると思えちゃいますね。まああそこで何事もなくね走っていたら差し切っていた可能性っていうのは私的にはかなりあるように思えて、まあ他中距離の G1 でもねもうバリバリやれる背足持ってましたからね、まあそういった意味ではね保証馬としては高く評価できる一頭だったのかなっていうところではあったんですけれども、どうやら塩場登録まではしたようなんですがね、残念ながら3区を残す前に死亡してしまったっていうことですね。まあ湘南バッハなんかを見ているとね、湘南さんはこういった自前の塩場もかなり力を入れて繁殖揃えておりますから、まあ本当そのレベルで本場でもね集まっていた可能性はあるでしょうからね、まあタラレバーにはなってしまいますけれども、結構大きなね役目を本場を果たしていた可能性っていうのももあると思いますね。そしてシャケトラもねなかなかドラマのある馬でしたけれども、まあもともとね結構大事に使われていた馬ではありましたけれども、その本領発揮した時の走りっていうのはねフィエールマンに1年以上の間隔を空けて勝っちゃうわけで、まあ後々はね G1 級勝った可能性もあった一頭だったかなと、まあ長距離適性っていう意味で一番父に近いタイプの馬ではあったのかなと思いますけれども、陰形で言ってもね世界的な活躍馬っていうのも結構出ている筋でありましたし、もう兄弟なんかもめちゃめちゃ走ってますからね、まあ金子さんの持ち馬でノーザンファーム生産馬っていうことになればね、まあ結構なこちらもバックアップを受けられた可能性っていうのもあったかもしれませんが、まあほぼ突然なさなくてしまったっていうことでね、まあこういったいろんな要素が絡まってのマンハッタンカフェの今の状況っていうのはまあ言えると思いますね。まあですからなんとかですねこのジョーカプチーノさん、そしてガルボの残された3期たちにはなんとかねさらなる3区の活躍っていうのを期待したいところ。まあ最近はね馬娘等でもかなり知名度の広がってるマンハッタンカフェではあると思いますし、まあそういったね需要もあるっていう風に捉えていただければね、ワンちゃん面白い存在なのではないでしょうか。まあ母系としてはですね最近も帝王ケインズタステアラと目指すところではありますけれども、父系という意味でもねどうなっていくのか注目してほしいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。